ました。ドラゴンズの先発はエンニー・ロメロ、去年1年間の先発ローテーションを守って、さあ2年目どうかというところだったんですが、まずはこの高山に内野安打、まあ、これであのシーズンであればね、当然リクエストはしたと思うんですけども、はい、これおそらくアウトですよね。そうですね、まあ、仮にあの内野安打になったとして、はい、まあ、この後にこのホームランをね、結果的にこの2回につながってしまったというところですね。これはもう一つ大いに反省、バッテリーね、はい、点の捉え方って一番良くないですから、はい、ということになってしまいました。タイガース坂本のツーランホームラン、いきなりツーランなんですよね。まだその2回の攻防でドラゴンズも動きます、はい、まず先頭バッター、今日指名打者で入った伊良が、うん、このヒットです。あれ、ここまで良かったんですけどね。伊良は今年もね、伊良を使えるかなっていう、はい、ここまでそういう調整をしてますよね。で、平田の打席のところでちょっとこれ、不意を使えた。これはね、まあ、油断はしてるわけではないんですけれども、はい、油断ですよね。まあ、あのピッチャーが上手かったですね。あ、まあ、相手を褒めるわけではないんですけど、まあ、アウトになってはいけないですね。ただそのこれです、タイガースの開幕投手西から平田が、平田はもう本当に投入してですね、いい結果が出たわけですから、しっかりと読みなんですけどね、はい、調整は OK ですね。はい、シーズンのことは分かんないですけどね、これもツーランになってたわけですよね。まあそういうことですね。ホームランって結構大きいですよね。小さなこと大事なんですよ。そうですよね、ですからね、あ、そうか、小さなことが大事なんですもんね。そして3回からはロメロに代わって山井が上がったんですが、今日4番に入ったマルテ、ツーランホームランになります。今日の山井さんはどういう風に解説すればよろしいんでしょうか。まあちょっとひいき目で、前半を飛ばして、ね、調整してますから、はい、ただ一つ感じたことは、さっきよりも少し、ね、あの軸足曲がらないと言ってましたけど、重心が全体的に高いかなっていう、あ、まあ、その分なかなか低めにもいかない、ちょっと真ん中にボールが止まってしまったのかなっていう、自分はそういう印象を受けましたね。なるほど。まあ、この辺はまたベテランですから自分で考えて ね、やってくるとは思いますけども、秀平さんのいいプレーもありましたけどね、はい、ねえ、という中で山井がその2イニング目、4回もマウンドに上がるんですが、これが浴びた2本目のホームランということで、そう、近くの直後やっぱり真ん中大きいですね、はい、ボールが高いボールが多かったですからね、まあ、これが山井が今日どう感じて、そうですね、もう1回ね調整するかですよね。結局山井さんやってくれるでしょう、2イニング4失点という今日は山井の内容でした。その後、平田の2打席目でも、何も良かったですね、はい、今日の2打点目、ビリだったけどね、はいはい、そしてランナー、福田も走る、荒木教授、まず、もう、新職、福田さんが、素晴らしかった。平田はね、言うことないですけど、あとは長いシーズンで、ね、どう乗り切るかってですね、去年も2度怪我で離脱しましたね。そして改めて立浪さん、はい、吉見は良かったんじゃないですか。良かったですよね、丁寧に決めていきましたし、はい、まあ、いいボール、悪いボールがはっきりするところもありましたけどね、まあ、順調に来てるじゃないですかね。そして峰さん、一番球場が盛り上がったですよ、三塁二塁というチャンスでネオの登場です。三塁を踏ん立てができたところで、はい、うん、さあ、この対戦になりますが、相手ハマチンにやられてしまいました、クラブ三振。そして9回、もう9回も来ちゃいますか、ここで改めて強打のスーパーファインプレーご覧いただきましょう。うわっ、ドラゴンズ